はい、淡路国営明石海峡公園にやってきました。もう5月終わりなんで、今日は5月の、29日です。花も結構前来た時は全然なかったんですけど、今回は花が結構きれく咲いてます。それとスタンプラリーを今やってます。はい、今から奇跡の星の植物園行ってみます。はい、こっちです。こっちやる。はい、こっちから行きます。え、こっからまた戻れねえね。はい、チケットで戻って取れますので大丈夫ですよ。チケット持ったの、ね、ここ違うよ。うん、それ、ほんならそれで戻る。はい。はい、こっちで。お、すごいな。ごっつ綺麗庭。ペットは入れないみたいで、ここがそうなのかな。うん、こっちかな。あ、ここやった。はい、ちょっとスタンプをします。これか。あ、壊れとる。え、何番や。5番。はい、到着しました。初めて入るので、今回はいつもやってるスタンプラリーで、剣を招待状をゲットしましたんで、使いたいと思います。はい、じゃあ入ります。でどこに置いとったらいい。はい、出ないように教えていただくことはできますか。はいはい、こちらで、ね、ここからのここにこれを使っていただきます。はいはい、
選んで帰ります。通るんかな。すごい。あ、これがすごい建物やな。こんなお庭があれば最高なのね。すごいです。なんか下で？ん？なんかの用意してますね。すごい。すごいお庭。かわいい。だけど何が奇跡なのかよくわからない。ね。こんなん自分の庭やったらいいのにな。お、こっちもすごい。こっちはちょっと和風。サボテンみたいな。そやけど、さっきのアロエ320年樹齢、そんなアロエがあんねん。ここも、これ何？ランの仲間。ここも、あの、ちょっと前のこんなちっちゃいの。なんか寄生する植物やったんですかね。あ、これよく見えるこの辺もよく。これ何、これ何、これ、フィリピンの花。Thank you.
ょっと和風な盆栽を、ここさっき上から見たと、うわっ、何何これ、欲しいな。こっち見られないね。大丈夫。危ない。自然をあれやね、再現して